スサホルンフェルス、スサホルンフェルス、スサホルンフェルスは、山口県萩市スサ鉱山にある編成岩地形。日本の地質百選の一つ。本来は、スサの鉱山にある編成岩地形全体を指すが、主に観光ガイド等では、スサホルンフェルス大断層や、スサホルンフェルス大断崖等と呼ばれ、スサホルンフェルスの一部で会食がけである畳岩を、 さして、スサホルンフェルスと紹介されていることが多い。スサホルンフェルスを代表する畳はホルンフェルスのサンプル、スサホルンフェルスは、萩市のスサ鉱山にある編成岩地形。平成19年、日本地質学会などが選定する、日本の地質百選に選ばれている。本来、ホルンフェルスとは編成岩の一分類を指し、 溶岩等の熱による接触編成作用によって生じる接触編成岩のことである。ホルンフェルスの語源はドイツ語で核の岩の意味で固く緻密な組織を持ち割れるとガラスのように角張って割れることから名付けられた。スサホルンフェルスはハギシスサの北方にそびえる鉱山とその361体にかけて高山半霊岩等が 長径3キロメートルの岩株上岩体として露出している地形全体を指す。しかし、その一部である畳岩が観光地として有名なことから、特にこの畳岩を指してスサホルンフェルスと紹介していることが多い。畳岩は砂岩、血岩の護層からなる開白色と黒色の縞模様が美しい海色崖ではあるが、ホルンフェルスの程度は弱く、 スサホルンフェルスの災害演武に過ぎない。スサ漁港から見た鉱山の前景判例岩手前の海色崖が畳は、奥の赤つ色の崖がホルンフェルス化の著しい変成岩層。パノラミオスサホルンフェルス近辺の海岸は、主に白亜紀から古代三紀にかけての日、なりに悪いからなり、険しい海色崖が形成されている。 鉱山を中心とする半球上に突き出した半島部分は人工海岸であり、須佐湾の入り江とは対照的に半島部は断崖で海と接し、砂浜はほとんど見られない。この断崖の一角に畳岩がある。萩市の旧須佐町から阿武町一帯にかけて鉱山の半島基部は阿武僧群あるいは三、毛タ龍門岩層と呼ばれる白亜紀の龍門岩溶岩。 業界岩、溶血業界岩からなる層が分布している。また、鉱山の半島部分は、スサ層群と呼ばれる新大三期の海生体積層が分布しており、下部は、サガンや、ケツ岩の五層で、海化石を多く産する素流な、海底国体積物からなり、上部は最流な沖合層からなる。さらに、鉱山の一部や、北部の高山岬沖合の山島には、 三頭火山岩類が分布し、玄武岩質安山岩や、安山岩の溶岩、被災岩からなる。およそ1400万年前の火山活動により、高山半霊岩類が、阿部層、スサ層、三頭火山岩を貫き放射性岩脈を形成しており、貫入部の周辺は、数百メートルにわたって、接触熱変成作用を受けて、主樹のホルンフェルスを形成している。 岩脈の貫入方向は北北西方向で主に玄武岩質からなる。高山半霊岩は計約 2km の石英半霊岩で岩体上部には社長石を多く含んでいる。高山半霊岩が近く上部の各層に貫入すると周辺の岩石が接触熱編成を受けて再結晶化することが多く熱編成岩が形成される。 温度の上昇が主要因となるため、火星岩体に近接する高温域では再結晶化がほぼ完全に行われ、倒流状の多形結晶が無秩序な方向に集まったモザイク組織岩石を形成する。火星岩体からの距離が離れるに従って温度が低下し、接触編成岩の組織や再結晶化する鉱物の組み合わせも変化するため、 変性鉱物の素性が異なるホルンフェルスが帯状に分布し、温度の違いによる変性過程を連続的に知ることができる点で学術的価値も高い。地質調査総合センター、新エネルギー産業技術総合開発機構、金属工業事業団、国土地理院、名古屋大学、島根大学、愛媛大学による測定データをもとに、 周辺一帯の重力測定が行われた。その結果、島根県津和野町付近から山口市特寺付近を経て、豊富市に至る地域には、負の武芸以上が見られたが、須佐高山付近の未明瞭な性の武芸以上が見られた。須佐ホルンフェルス一帯の高い重力以上は、比較的浅い近く域の岩石密度が高いことを示唆している。 前述の通り、観光ガイド等では畳岩を、スサホルンフェルスそのものを指す表現で紹介されていることが多いため突起する。本来のホルンフェルスの定義は、熱変性による接触変性がん形成であり、畳岩はさほど熱変性を受けているわけではないことから、これを、ホルンフェルスと呼ぶ表記は適当ではない。また、畳岩を指して、 ホルンフェルス大断層と紹介する場合があるが、断層があるわけでもない。しかしながら、灰色から乳白色を示す左眼層と黒色を示す霊眼もしくは、血岩の層が折り重なる地層が露出して美しい景観を作り出しており、地質学的な価値は十分に高く、スサホルンフェルスを代表する景観の一部といえる。畳岩の断崖の高さは、 約12メートルから15メートルあり、灰白色と黒色の島模様が映える。下部は海水面とほぼ等しい棚となっている。断崖は波の浸食でできた海色がけで、堆積した砂岩と結岩の層が島状に重なっている様子が畳を積み重ねたように見えることから畳岩と呼ばれている。畳岩は約2000万年前、 東アジア大陸の一部が南に移動し、約1500万年前までに、現在の日本列島の原型を形作った際に、日本海で堆積した砂や泥の堆積層であり、接触熱変成によるホルンフェルス化の程度は低い。そのため、この地層からは2枚貝、巻貝、ウミガメ等の化石が発見される。歴や荒い砂流の層は見られず、また、発見される化石も、 比較的深い場所で見られる生物が多いことから、大陸方や大陸斜面で堆積した層と考えられる。これらの堆積層が地震や地滑りによって混濁流となって深海層に運ばれた層をタービダイトと呼ぶ。粒子の大きさによって沈降速度に違いが生まれ混濁流が発生するたびに、砂岩の開白色層とデーガン 結岩の黒層が積み重なって美しい五層が形成されている。また、畳岩には六角柱の玄武岩中上節理も見られ、遊歩道で下まで降り、岩肌を見ることができる。地層断面が平面上にきれいに露頭している。理由として、地層全体に節理と呼ばれる割れ目が発達しており、割れ目に沿って岩が崩れるためと考えられている。 最寄りに須佐おもてなし教会が運営する、つわぶきの館があり、トイレ、休憩、土産物販売を行っている。ここから畳岩の段階まで遊歩道が整備されており、500メートル、徒歩約8分。雨天時や強風時は、雨や波しぶきで滑りやすく、近づくには危険な場合がある。須佐鉱山の山頂に、多くのぶ霊岩の巨石が露出しており、磁石,石は、 方位自身が狂うほどの強い時勢を帯びた巨石で、山頂近くにある駐車場から、階段状の遊歩道を、徒歩5分。スサワン、ジオクルージングと称し、イカ釣り漁船や背渡し船を利用して、スサワン遊覧ができる。船はすべて、スサ漁港で実際に使われているイカ釣り漁船もしくは、背渡し船で、定員が10名程度の小型船。 現役漁師とボランティアガイドが乗船し、スサワンの景観を案内してくれる。晴天時は畳岩を含むスサホルンフェルスワン内を行う湾外コースを約1時間かけて案内する。雨天時や敷けの際は、湾内コースを約30分かけて案内する。後天時は決行される。遊覧は4月下旬から10月いっぱいまでの期間、行われるが、定期運行は、 運行日が限られており、運行日は1日8便運行される。大人5名以上で予約運行が可能で、期間中10時から15時の間で予約可能。湾外コースでは、約1億年前の火山活動でできた、病部岩や畳岩のほか弁天島、観音岩、乗り台、黒島、天神島、金蘭崎島を周遊する。 山口県北東部の須沢に一帯は、景観の美しさと地質学的特性から、国の天然記念物並びに国指定の名称に指定されている。また、鉱山の磁石石も国の天然記念物に指定されている。2018年には、高山、須沢ホルンフェルスを含む、萩ジオパークが日本ジオパークに認定されている。ありがとうございます。